東北地方を横断している台風5号、県内には今日日中最も接近しました。下越では明日明け方にかけて雷を伴って強い雨が降る恐れがあり、落雷と突風に注意が必要です。岩手県に記録的な大雨をもたらした台風5号は現在東北地方を横断していて、夜には日本海に進む予想です。それでは現在の空の様子を見てみますが、新潟市中央区この時間帯雨は降っていないようです。厚い雲には覆われています。気象台によりますと、台風は今後日本海に抜けていきますが、下越では明日明け方にかけて雷を伴って強い雨が降る恐れがあります。明日夜までの24時間に降る雨の量は上中下越で60ミリなどと予想されています。気象台は下越では明日明け方にかけて落雷と突風に注意を呼びかけています。